はい、どうも。今日はね、よくわかんない食い物を紹介してきます。アウンティーズキッチンカリーパフカレーポテトバイトミークリスピーパフ原材料名パイ生地マーガリン具野菜じゃがいも人参玉ねぎ生姜にんにく砂糖植物脂カレー粉末揚げ油パーム乳化剤香料酸味料着色料原産国マレーシアじゃがいも人参玉ねぎなるほどね生姜にんにくまあ普通まあ一般的な感じの味はすごい想像できますね。てかカレーだな。カレー。ニンニク、生姜入ってて、ポテト、玉ねぎ、人参、カレーですね。カレー、カレー。カレーだよ。あ、なるほどね。こうやって一個ずつ包装されてるんですね。あ、なんで？なんで粉が出てくるんだろう。よくわかんない。召し上がり方は、1200ワットのオーブントースターで凍ったものの本品を予熱したオーブントースターで約10分間加熱。うちのそのオーブントースターで10分加熱したら焦げ焦げになっちゃうんで、もう今ちょっとね常温解凍してて、すでにちょっとまあ柔ら気持ち悪くなってるんで、レンジで1分から2分くらい温めて、そこからオーブントースターで1分表面をカリッとさせようかなと思います。レンジで1分、電子レンジで1分、オーブンレンジで1分ですね。もっとカリッとさせようとしたんですけどね、これ結構ね加熱すると油が出てくるんですよね。もう全体油ぎっしゅです。今ちょっと熱が引いたんで、カリッとしますけどね、もう手にもうすぐ油がつくくらい。なので、あんまりカリッとさせませんでした。でね、これね、ちょっともう崩れちゃったんで、オーブンはしませんでした。べちょべちょって感じですね。べちょべちょ。こっちはまあ、ちょカリッとしてる感じ。いただきましょう。ズーム。不思議な味、食感もすごい不思議だしね。多分これ言うとわけわかんなくなると思うんですけど、さつまいもみたいな味がする。まずね、生地がそのまあ調理の仕方にもよると思うんですけど、サクやわなんですよ。サクやわ、サクッとしつつもベタベタ、カリカリじゃない。だからすごい僕は好きですね。程よいそのしっとり感もあるんですよ。で甘いんですよ。で甘いの、甘いから中のカレーを一緒に食べた時になんかさつまいもみたいな匂いがね、これはね多分誰も食べた人も多分わかんないと思うけど、さつまいもみたいな甘さに感じるんですね。で中のカレーはね、まあ一応カレーが入ってるっていう感じで、ちょっと辛め、中辛ですかね。ちょっと辛いな。あまり匂いはしません。カレーを構成する香料ですね。あれはそれはあんまり感じないですね。不思議ですね。カレーパンが一番その日本にある食べ物では近いんですけど、あでもカレーパンと言われればカレーパンだな。食感を変えたカレーパンですね。で中のカレーは少ない、うん、甘いカレーパン、甘くてちょっと食感をサクッとさせたカレーパン。見た通りなんですけどね、思ってた以上に生地が主張します。カレーを楽しむための
ほんとね、生地がどっちかって言ったら生地が主役かもしれない。ボリュームもあるし、ボリュームもあるし、その風味もあるし、これ結構ね、思ってた以上に生地が主役かもしれないっていう感じですよ。カレーはまあちょっとまあ辛くて、まあ野菜の味がちょっとするだけっていう感じで、どうかな、買っても、あ、おいし、あの、美味しいです。美味しい。美味しいよ。うん。買ってもいいと思いますね。買ってもいい。買って、別に失敗とも思わないし、成功とも思わないけど、中のカレーがもっとたっぷり入ってたらよかったかな。ちょっとね、少ないかな。うん。